意味です。はい、というわけで今回はね、3色マーカーではなく今回は色鉛筆チャレンジやっていきたいと思います。はい、ということで今回もね、また秘密のイラストを色塗っていこうと思います。で、今回塗るのがこちらでございまして、ちょっとね、色塗るとこがちょっと少ないんですよ。紙とかも塗ってあるし、ねじこと炭治郎とかちょっと塗るとこが少ないんですけど、今回はねちょっと難しめということでこれを塗っていきたいと思います、はい、で今回はマーカーではなく色鉛筆ということで36本ご用意いたしました見てください、こちらもちろん白と黒とか金銀も入ってますので、それは当たったらやばいよね、一色じゃんここはまだないように頑張んなきゃね。頑張ろう、うん、今回はちょっとね、ほんとちょっともう難しいところが多いやつなのでちょっと難易度高いんですけど、これをねどれだけいい感じに仕上げられるかですね。そうですね。じゃあ早速引いていこうか。はい、じゃあどっちから。せっかく上にあるけどいい？うん、じゃあでも目つぶってちゃんと両手でそしたらいいリミの好きな色が出たって感じだね、うん、はい、じゃあ次行きましょう、はい、じゃあしほちゃんリミ目を押さえて、そうはい、でこっちも押さえて、リミちゃん違うこっちを押さえるの倒れないように。一本目、はい、2本目ですか。これは銀だと予想します。銀あと、こちらはなんで笑う。あ、じゃあこちらは黒ということいきます、はい、やばいね、しおちゃん大丈夫かな、これ企画成り立つかな。ネズミ色だって。やばいね、ちょっと色が全部藤色、ネズミ色、黒の3種類で頑張ります。やばいね。いや、黒は黒塗るしかない。黒で黒5塗る。ああやばいね。ちょっと一回やってみましょうか。やってみましょう。はい、じゃあね、なんか最近明るい色みんな引けないよね。引いてるよ。とか黄色とか引いてるよ。赤じゃん、でもそれ赤と水色、なんかこうパステル系のさ、うさおだって、うさおこっちが本当。はい、じゃあちょっとね、カメラの位置を変えます。はい、変えてください。まだです。ちょっと待ってね。はい、ということでね、カメラの位置設置できましたので、早速塗っていこうと思います。はい。じゃあもう用意ドンで。用意ドン。じゃあ塗っていきます。かなり難易度高いよね、しおちゃん。高いよね、特に、うん、まさか黒だけは引きたくないねって言ってたもんね。言ってたところに黒まあどう見せるかですね。ここは腕の見せ所じゃないですか。腕の見せ所と言われてるリミ、炭治郎塗れるかも。リミちゃんは比較的ね、赤とか水色とかまだあるからね。なんか最近ほんとピンクとか黄色とか全然引けないね。引けないね。明るい色が全然ないんだよ最近。前回も暗い色だったもんね。前回の私の絵とかやばかったね、ずっこのねやばかった。肌色のあの色よ。リミはなんか緑系がすごい草から出てきたねずこみたいな前回もね、ねずこをね、マーカーの方でやりました。ねずこ描いたんで、気になる方はね、見てください。いいね。ネズミ色、伊之助にいいわ。まあ確かに伊之助だけ塗れる。でも水色どこで使うの？水色伊之助、水色伊之助に使うの？ J1 は塗れないかな。え、これ塗らなくていいところも、あ、別に全部強制的に塗れっていうのはないです。いい具合にさ、仕上げてもらえれば、はい。もう塗れるとこないんだけども早くもギブアップ頑張れしょうちゃん。本当にさ、本当に全員のファン、本当に申し訳ないと思うけど大丈夫？しょうがない、だって3色マーカーだもん、引いちゃったんだからしょうがない、ここは頑張るしかない。しょうちゃんだよね、こんな色しか持ってなくて。本当はもっと高級のさ、高級の金とかで塗ってあげたかったわけよ。ごめんな。善逸は本当はさ、きらびやかなさ、金髪にしてあげたかったわけよ。もともと金髪じゃん。この色地味すぎん？見て、しかもこの組み合わせ見て。なんかさ、失敗した僕ね。ぽいぽいぽい。いいじゃん、めっちゃ良くない？いい感じ？うん、めっちゃ芸能人オーラ出してるよ、この子たち。芸能人オーラ？オーラ。もできたので、はい。じゃあ一人ずつここに見せてください。はい、見せます。はい、一緒じゃなくて一人ずつね。はい、まずしほちゃんから。私は可愛いかんぽこ隊ということで、ですね、黒とネズミ色と藤色を使って可愛いのを選びました。この3色だったからね。ちょっとかなりきつかったと思います。うん、可愛いものを選べたと思います。可愛いんだね、これが。可愛いですか？善逸の髪の色が本当にマジで失敗したと思って。全然逸の髪の色違うんだね。でもしょうがないよね。唯一塗ったのが伊之助の被り物のイノシのやつ。ね、見てママ。こんな感じで、もう周りがね、私周りでフォローしようと思ってやったの、こうやって。ああ、なるほどね。失敗したんだ。でも題名が可愛いかんぽこ隊ですね。はい、じゃあ次りみちゃん。はい、じゃあ次りみちゃん、絵を見せてください。はい。はい、じゃじゃーん、りみちゃんの絵はこんな感じ。見えなくない？見えない。色鉛筆だからちょっと薄いね。りみの3色はこれでしたね。はい。はい、じゃありみちゃん。りみちゃんはこんな感じですね。ねずこの目が赤いんです。充血しちゃったみたいな。こんな感じで。でもまあ、3色ね、りみちゃんの色ははっきりしてたので、こんな感じ。変化したかまぼこ隊だそうです、題名は。こんな感じ。でも緑ね、ちゃんと引けたしね。炭治郎のこのやつとか、ハッピーとかね。羽織ね。羽織ね。こんな感じでございました。さあ、一つ聞いてください。はい。周りにみさ、私の真似してません？ああ、この水色のモヤモヤね。見えるかな？私のこれなんですよ。あ、周りね。真似してない。はい、じゃあ今回はね。色鉛筆だったので、ちょっとね、薄かった。ったね。やっぱりヨネちゃんにやっぱペンの方がなんかいいね、担当してて、次はやっぱペンでねやりたいと思います。はい、じゃあそれではバイバーイ。あれ見えてないか。